はい、皆さんこんにちは。今日は横浜の杉田という町の商店街、こちらを書いていきたいと思います。ただね、ちょっと工夫しながら書いていこうかなと思います。このまま書いてもね、あまり面白い絵になりませんので、まずね人物をね、ちょっと加工して2人ほどね足させていただきました。こちらですね。それとね、あとこの焼失点が今ちょうどこのね、真ん中あたりにありますけれども、これをね少しずらそうと思います。ちょっと傾いたりにした方がいいかなというふうに思います。それとあと、これ光がほとんど当たってない曇りの日の写真ですので、絵を描く上では左から右の方にね光が差している、まあ、太陽がねこの絵の左側から差しているというふうにして、左側の建物を全体的に暗くして右側の建物を明るくしていくという感じで描き進めていこうかなというふうに思っております。ではね、まず下書きからですね、行ってみたいと思います。はい、まずね、この地平線っていうんですかね、線をだいたい私の場合はですね、画面の下3分の1の辺にいつも撮ってます。それと焼失点ですけども、さっきの写真ではね真ん中にあったんですよね。ただここではかなり焼失点をですね左側に寄せて、描いていこうと思います。まあちょっと、まあこの紙の左3分の1か4分の1ぐらいのねところに焼失点を決めて、あとはですね建物を描いていくんですけれども、まあ、気をつけるところはね、垂直の線、まあ、上下のね縦の線は絶対に斜めに曲がらないようにしていくということと、横の線は焼失点を意識しながら、全ての線がそこの焼失点に向かってるようにということで、まあよく見るとね結構曲がってる線もありますけれども、まあ、後でねだんだん修正していくと思います。はい、店の前にねいろんな看板が置いてあったりですとか、なんかこうビールケースみたいなものが置いてあったりですとか、実際写真の通りは描かなくてもねいいと思いますね。自分の好きなようにまあ省略したりね付け足したりしながら描いていけばいいのかなというふうに思います。はい、この絵のね一つポイントとして、その商店街のね三角のなんていうんですか、目印みたいなね看板みたいなやつ、あれがずらーっと綺麗に並んでますよね。あれをしっかり焼失点に向けて大きさとかね向きとかね間違いないように描いていくと、商店街らしくなるかなというふうに思います。はい、あと人物ですけれども、これはたくさん描いた方が賑やかな雰囲気出るんですけど、あんまりたくさん描くとね難しくなっちゃいますので、4人ぐらいにしておきました。でね、ポイントは、まあ、しっかり頭の位置を揃えるということですよね。まあ、背の高い人は少し頭飛び出てますけれども、基本的に遠い人も近い人も頭の位置はね大体揃ってるはずです。はい、そして霧吹きで、はい、紙を濡らして、これからねいよいよ着色に入っていきます。はい、まずね空、うまくねにじみを効かしていきたいと思います。かなりね濃く色が入ったように見えますが、これはね乾くとだいぶ薄くなっていきます。はい、そして左側の建物ですが、これはね、左側から右側に光が差しているように描きますので、左の建物はね非常に暗くなります。ですから思い切ってね暗い色を今置いていきました。まあ、とは言ってもね乾くとねかなり薄くなりますからね。はい、そして右側の建物も色を置いていきますが、まずはですね建物というよりは、まあ、全体的なこの雰囲気ですね、まあ、空気感、建物の周りの空気を描くようなイメージで、色をとりあえずね下の色を置いていくような感じです。でね、地面も端の方はちょっと赤くなってるような感じでしたので、ちょっとオレンジ色っぽいね朱色っぽい色を置いておきます。はい、とりあえずね今色を置いて1回乾かしました。ここでねもう髪はほぼ乾いてます。はい、もうね色を塗ってもここはもうにじみません。はい、そして、今度はね
暗いところを探しながら、一番暗いところを目印的にこう、あ、ここは暗いぞっていうね、目印を置くような感じで、暗いところを探して色を置いております。あ、ちょっと一番手前のね、右側の建物の看板、あれ曲がってますよね。あの線が消失点に向かってません。これね、後で修正すると思います。ね、一番手前の右側の建物の看板ね、ちょっと曲がってるの分かるでしょうか。はい、ね、かなり気になりますからね、最後に。はい、そして左側の建物はさらに暗いところを探して思いっきり暗くしております。はい、右側のね、建物ね、どこまで色塗っていくかっていうのがね、結構難しいんですよね。あんまりはっきり塗っちゃうと漫画みたいになっちゃいますし、それとあとね、光が当たってるので明るく見せたいんですよね、できるだけ。ただ何も塗らないとちょっとおかしな感じになりますし、その塗り方加減がね、非常にね、難しいです。右側の建物、左側の建物はもうとにかくね、暗く濃く塗っていくっていう感じでいいと思います。さあ、ちょっといろいろ考えながら右側のところ色を置いてますけどね、なんとなくちょっと色を置きすぎっていう感じがしますよね。日が当たってるように見えるかな、ちょっと心配なところがあります。はい、あの右側の建物のね、あの一番手前の看板、あれね、若干直しましたよね。消失点に大体向かってると思います今は。はい、そして赤い看板をちょっと白いね、字の部分を残しながらこううまく塗ってますけれどもさあどうでしょうか。いろいろごちゃごちゃやって頑張ってますね。はい、あ、今度ね、左側の建物の影をね、入れました。かなり思い切って。この色はね、まあ何でもいいですけどね、紺ですかね、青と黒を混ぜたような色で入れてます。でね、左側もね、あのただ暗く真っ黒に塗るんじゃなくて、まあ、建物によって色が少し違うので、暗い色の中にもちょっとメリハリをつけてる感じになりますね。はい、そして人物に行きます。まずはね、あの人物、大体これ逆光っぽくね、人物を描きますので、まあ、全体まずね、薄く、縁取りをしていきますさあ、あっち行ったりこっち行ったり、いろいろね、絵の具が乾かしてる間に他のところを塗って、今度右塗ったら今度左塗って、全体的なバランスを考えながらね、こう一箇所に集中しないように塗るようにしてます。まあ、今ちょっとこの絵をこの段階で見るとですね、左から光が当たってるんですけど、右側の建物がね、どうもね、ちょっと色塗りすぎたって感じですね、これ。うん、かなり暗くなっちゃってます。さあ、人物をね、さらに濃くしないといけないんで、まあ一生懸命上から上から塗り重ねてますけれども、まあ、それにしてもちょっと右側の建物はこれは少し暗すぎるような気がします。はい、細かくね、自転車っぽく見えるように塗ってますね。あ、それとね、今押さえたこの看板、これね、ちょっとね、光の向き、ね、間違えちゃったんですよね。左側を明るくしないといけないのに、右側をね、明るくしちゃったんですよね。はい、慌てて間違えたので修正してます。右側を暗くして左側を明るくするというね、光がどっちから差し込んでるのかということをよく考えながら塗らないといけません。さあ人物、頭をちょっと大きく描きすぎると良くないので小さく目に描いて、そして、まあ、少し描き込んでいきます。一番左にね、買い物してるこれ女性でしょうかね。この方がね、ちょっとね、難しいんですよね。暗い中に暗い色を描くので人物に見えなくなるという。あ、電柱を描き始めました。さあ、この電柱はね、下書きしなかったので、もう思いっきりね、一気に筆でいってますので、この位置とか高さとか、このね、消失点をよく見ながら、まあ、間違えないように描いていきたいですね。あ、まあ、大体電柱の位置はこんな感じで、まあ大丈夫そうですかね。
人物の影です。これもね、しっかり光の向きを考えながら、影を入れております。はい、あ、ここでね、やっぱりね、右側の建物がね、ちょっとね、色塗りすぎちゃったんでね、霧吹きでね、水を吹いて、このね、紙でかぶせながらね、色を抜きたい場所に霧吹きで水を吹きながら、そしてティッシュでね、ポンポン叩いて色を落としてます。あ、少し薄くなりました。どうでしょう。さあ、今度筆を持ち替えて、私が持っている一番細い筆でですね、電線を描いていきます。この、ね、電線がね、写真見ると分かるんですけどね、右から左へね、縦横無尽にね、ボンボンたくさん走ってんですよね。これをね、まあ正確でなくてもいいですので、どん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 描いていきます。たるんだ電線とかね、ちょっと直線っぽい電線とか、いろいろな電線があります。今ですね、ガッシュホワイトを入れてます。左からね、明かりが来てますので、左側肩の辺ですとか頭の辺ですとか、ちょっと明るくね、光ってるところと思われるところにね、これちょかなり想像入ってます。写真ではね、どこが光ってるかよく分かりませんので、まあ、想像で、ね、電柱とかここら辺は明るく見えるかなっていう感じのところを探して、このホワイト、ガッシュホワイトを入れてます。まあ、ガッシュホワイトって言ってもですね、これはですね、ポスターカラーの白を使ってますね。ポスターカラーの白はね、かなり白が強く出ますので、まあうまく入れてね、あまりおかしくならないように入れていきたいと思います。ちょっとやりすぎるとね、おかしくなっちゃいますので。これもね、一番細い筆ではありませんが、かなり細い筆をね、使っております。これがね、元の写真でね、全体的にね、日が当たってませんけどね、この絵では左から右に日が差し込んでいるということで、左側の建物はね、思いっきり暗くしております。はい、ということでした。はい、今日もありがとうございました。